NTCK、結局エビフライとは何なのか気になっている方多数おられますよ。それをわざわざ伝えに不到客をしてくれた。ありがとう。佐藤ここの角、ド S ですか？孫と今夜も眠れんのです。ごめんなさい、この方か。不到客、ありがとう。なんて？エビフライが何か、教え、孫も知らん言うてます。あ、どんな空気なんだろうな、俺が今から言うことで、この方の家庭。エビフライっていうのは、まあもう一回しか言わないですよ。どういう意味か。じゃあ教えます。エビフライっていうのですね。エビを油で揚げた料理です。そんなおもろい。体くの字にして笑ってるやん。いいで。エビを油で揚げた料理ですね。ちなみに、日本発祥です。はい。お孫さんによろしく。ショックで孫は寝ましたが、生配信やめてください。ごめーん。ごめーん。ごめんなさい。佐藤ここのかどう。なんせね、もう結構ショックで寝るってなんか、小学生ぐらいの方なんですかね。ちょ、かわいそうやな、今の。おじいちゃんなんか、嫌いみたいな言われてたら、どうしよう、俺も。やばいわ。素敵な家族すぎるやろ。お孫さんと俺の配信見るって。どういうこと？ほんまもう人傷つける笑いやってる場合ちゃうで。んなもん。はいだう、攻める。いや、なんか、ショックで寝たっていうのかな。ショックで寝れんよりええやろ。ターゲットを選別しろ。面白いですね。確かにな。ショックで寝れてんからな。ショックで寝れんよりええな。敵が健康作やん戦エけ。リアに降下している。